ゼゼ城の航空写真ゼゼ城は、現在の滋賀県を津市本丸町にあった日本の城である。大見国ゼゼ城エズゼゼ城は、大津市街の東部に位置し、相模川川口付近にあったゼゼ崎と呼ばれる、琵琶湖に突き出た土地に築かれた水木であり、日本三大古城の一つに数えられ、また、大津城、坂本城、瀬田城と並ぶ、琵琶湖の浮城の一つである。 陸続きの部分に三の丸を廃し、二の丸北の丸、本丸が、琵琶湖に突出する橋ご格式の縄張りであった。本丸には良い四階の天守が挙げられ、水面に映える姿は利用に、瀬田の唐橋、唐金木星、水に浮かぶは、ゼゼの城と歌われていた。慶長五年関ヶ原の戦いに勝利し、名実共に天下人となった徳川家康は、よく、 慶長六年東海道の抑えとして、大地城を廃止税々先に城を築かせた。税々城は、江戸城、大阪城、名古屋城など、天下武神として、江戸幕府が初大名に号令し、築いた城の第一号である。縄張りは、城づくりの名手と言われた、東道高虎に計画させた。湖の中に石垣を築き、本丸西宮に上四階の天守が築かれた。 家康がこの地を選んだ理由として、昔より、瀬田の唐橋を制する者は天下を制すると言われた、瀬田の唐橋に近い場所であったからであると言われる。築城された年に、大津城主、戸田和明を三万国で入城させここに、ゼゼ藩が成立した。以後、不代大,大名の居城となった。その子の私鉄は、元那三年に、摂津国山呂崎藩に天保となった。かわって、 本田康利氏が三河国西尾藩より入場。その後、春次は元画7年再び西尾へ転覆となった。代わって伊勢国長島藩より菅沼貞田義が入場し、官営11年丹波国亀山藩に転出。下宇佐国桜藩より石川忠久佐が入場。この乗り行きは慶安4年に伊勢国亀山藩に転覆となった。石川氏の後は再び、 西大浜より、本田俊春治が7万国で入り、13代220年の間、本田氏の居城となり、明治維新を迎えた。漢文2年に地震があり、建造物が倒壊した。このため春治は、城の大改修を行った。ゼゼ城は、湖沿岸に建造された城であるため、時間を経ると波による侵食に悩まされ続けることとなった。 このためタイ図城の補修を余儀なくされ、これが藩の財政を逼迫させる一因となっていた。明治3年新政府の早期実現を望む藩士たちにより、廃城の大城藩布告が出された翌日より、天守以下の建物の解体、移築が行われた。現在は完全に陸続きとなった本丸跡は、税税城石公園として整備され、石垣がわずかに残っているほか、 門が模擬再建されている。城門は、ゼゼ神社、篠ノ神社、ムチサキ、ヤワタグに現存しており、それぞれ国の重要文化財に指定されている。なお、高麗門は、大阪府泉大津市松の浜城二丁目の再建記念財団が所有する地に移築されている。市内の場所会館に、本丸住屋倉が移築され現存しているが、大幅に改造されており、 原型を止めていない。平成18年には民家に移築されていた、瀬田口総門番所が取り壊された。また、二の丸跡は現在、ぜぜ浄水場となっている。ありがとうございます。